り台湾音ギャラリー展 in 宇都宮の開会を記念し、テープカットによるオープニングセレモニーを行います。今回の写真展では台湾の自然風景や伝統的な文化、習慣などを紹介する写真や、来年6月から東京国立博物館で開催される台北国立国旗博物院展の展示品を含む写真、その他台湾の社会、文化などを紹介するポスターなどが展示され、またこれらの内容に関するビデオも放映されます。今回の写真展の通じて日本の皆様が台湾の魅力をより一層理解していただけるよう願っております。台湾音ギャラリー展 in 宇都宮のオープニングセレモニーにようこそお越しくださいました。私自身、ぜひこの写真展を成功させて、栃木と台湾の交流をもっともっと盛んになればいいなというふうに思います。本日は誠にありがとうございました。このような中で本日から台湾音ギャラリー展 in 宇都宮が開催をされ、県民が台湾の経済、文化、歴史、そして日常生活などについて学び、また民族音楽に直接接することができるということでございまして、大いに意義のある催しでございます。台湾音ギャラリー展 in 宇都宮開幕のテープカットです。どうぞ。